来三木三郎が、来三木筆、来三木三郎の墓、京都市東山区長楽寺にて、来三木三郎から1859年11月1日は、江戸時代末期の儒学者。意味名は厚し。通称は、三木八。号は王外。来三葉の三男。1825年、儒学者の来三葉の三男として、 京都三本木に誕生した。母は、大見商人、引田東右門の四女、梨影。父、三葉を、はじめ、1840年からは、大阪の儒学者、後藤松院や篠崎小竹らに学んだ。1843年からは、江戸で儒学を学んだが、徳川将軍家の墓所である、寛永寺の石道路を破壊する事件を起こして、退学処分とされた。 この時には、尊王運動に、感化されており、江戸幕府の朝廷に対する軽視政策に異議を唱えて、行った行動と言われている。その後、東北地方から、江戸地へという歴史正木藩で探検家の松浦竹四郎と親友となった。1849年には、京都に戻り、再び勤皇の志士として活動する。しばらくは、 母の注意もあって自重していたが、やがて母が死去すると家族を放り捨てて、勤労運動にのめり込んだ。1853年に、アメリカ合衆国のマッシューペリーが来航して一気に、政常不安や尊能上位運動が、高まりの兆しを見せ始め、1858年には、将軍後継者争いが勃発すると、尊能上位推進と、 徳川義信擁立を求めて朝廷に働きかけたため、大老の井伊直助から埋めた運品、柳川聖岩、池内大学と並ぶ危険人物の一人とみなされた。柳川聖岩が、これらで亡くなる際、三木三郎が、その最後を見取ったという。同年、幕府による安政の大国で捕らえられて、江戸の安倍や福山藩邸において遊兵される。父、 山陽の愛弟子である、福山藩主の次公、石川和助は、三木三郎を厚遇すると同時に必死で除名嘆願を行ったが、幕府の厳しい姿勢は変わらず、間もなく、江戸天馬長老屋敷で、橋本佐内や伊豆三木内らと共に残首された。去年三十五、墓は、京都演山公園の裏にある長楽寺と、松陰神社にある。三木三郎が、 新潟の笹川流れの景観を松島と小賀の美観を合わせ持つとして歌った、海賊勇気を刻んだ石碑が、新潟県村上市の笹川にある。次の詩は、獄中で囚人仲間と昭和し、骨頭州と名付けられた、鹿州にある。徳富祖宝安政の大国後編講談社学術文庫、1981年、442p。ありがとうございます。